大阪難波に来ると大体恵比寿橋とかね、そういうところを中心に見ちゃうと思いますけど、ディープなところというとこの相生橋筋、ここなんだよね。千日前、この辺をね攻略できないと。でね、この千住ビル、この地域の一番古いビルなんですね。で、今日やってるかな、衝動店っていうあのラーメン屋さん、これがね有名ね。あ、ダメだ、やってねえな、やってないぞ。で、この地下もね、大阪トワイライトゾーン、ダウンタウンの皆さんもねこちらよく来てたんですね。ここを知ってこそ初めて、ね、大阪を探検できる。ちょっとね、あ、これだ、これね、ここダウンタウンのまっちゃんがよくね食べに来てたという衝動店と、この向かいのね、ここね、お洋食なんだけどね、今日やってないので諦めよう。ちょっとさ、地下へ潜入してみよう。あ、開いてない、行き止まり、ここなんだよね、大阪トワイライトゾーン。来てたんですね。ここを知ってこてないので諦めよう。このうどん美味しいんだね。で、すげえ行列。この辺通しか来ないんだけど、結構もう有名になってきてんだな。